われてるみたいなんだ。何を？命。何それ？心当たりは？自慢じゃないけど、僕には大抵のことに心当たりがあります。じゃあ教えてよ。やめとく。言うと本当のことになりそうだから。すごい小さい。バレた。そうだ、今日サイン会って言ってなかった。申し訳ありません。勘弁してくださいよ。トカスなんて意外と気が大きい。だって3年間一文字も書いてない作家がサイン会なんておかしいって。君の新作楽しみにしてんだけどな。今はいいの。推理小説っていいよね。善と悪がはっきりしてて、現実の出来事は善と悪の境界線が曖昧だ。何なの？何でもない。満開だね。ま、すぐ散っちゃうんだけどね。先生、困りますって。約束は守っていただかないと。ごめんなさい。何してたんですか？カーズさんと。先生、もしかして結婚とか考えてるんですか？まさか。これでも懲りてるんです。紹介しといてなんですけど、あんまりのめり込まないでくださいね。適度な距離感が大事ですから。わかっています。お願いしますよ。カバズさんですか？もしもし。ああ、僕だけど今から会えないかな。わかった。どこ？ごめん。サイン会すっぽかした日ぐらい机に向かえって顔してこっちを睨んでる編集者がいるの。そうか。じゃあいいや。え、どうしたの？何かあった？いや、いい。じゃあ。結城里香子さん。そうですけど。深川東署の鎌田と申します。何か河津正行さんのことはご存知ですか？はい。
今朝遺体で見つかりました。川田さんは今朝小名木川の万年橋付近で浮いているところを発見されました。事故、自殺、他殺、まだ分かりません。カズさんの妹さんに聞いてお伺いしたんですが、ゆきさんはカズさんと親しくされてたそうですね。はい。恋人ですか？私はそのつもりでした。悩みがあるとか何かそんなこと言ってませんでした？いいえ。彼が今どんな仕事をやってたか知ってます？フリーライターですか？彼は妹さんに最近返済の仕事を2本同時になくしてしまったと嘆いてたか。どうしたか？借金もあったみたいですね。借金？200万ほど。知りませんでしたか？はい。この借金を苦に自殺したとも考えられます。ちょっと待ってください。私の知ってる川瀬さんはそんな。でも借金や仕事が減ったことは知らなかったんですよね。川瀬さんはあなたに悩みを打ち明けられなかったのかもしれない。ゆきりかこの大ファンなんです。彼女の写真が持ってみたいんです。
私も大切な人突然失ったことがあります。でも何とかもう一度前を向いて。大丈夫、飛び降りたりしないから。どうしても納得できないの、あいつが自殺したなんて。あいつ言ってたの、命を狙われてるって。彼殺されたんだと思う。殺された。だから私が真相を突き止める。すいません、ご無理を言って。本当に良かったんですか、私がいただいて。え、もちろん。お預かりします。お願いします。大事にしていた資料なので、結城さんが受け取ってくれたら兄も喜ぶと思います。ご苦労様です。あの、彼は私のことを。はい、お噂はよく、推理作家さんで才能があるって。よかったらこれ兄のスケジュール帳です。仕事仲間でカメラマンの新里と申します。私はカーズの妹。あの、実はカーズさんに大事な取材資料を渡していて、それを返していただけないかと。あ、資料でしたら。すみません、彼の資料は私が全部いただいて、今は家の方に送ってしまったんです。どうしても急ぎで必要なんです。じゃあ、明日うちにいらっしゃいますか。いいんですか。ええ、助かります。じゃあ明日6時に、それぐらいでしたら荷物も届いていると思いますので。これ私の引き受けです。ゆうきです。引き受けです。それと私が行くまで荷物をほどかないでもらえますか。いろいろと混ざってしまうとあれなんで。わかりました。荷物を開けないでくれってなんか変ですよね。何か見られたくないものでも入ってるんですかね。はい先生、特製キノコ雑炊です。ありがとう。いただきます。おいしい。何かありました？ここカーズさんが亡くなる前日なんだけど、ジムに行ったってだけじゃないですか。足を怪我してたから運動はできないはずなんです。大丈夫？大丈夫、いいリハビリになる。これ山盛スポーツプラザの山盛社長に会いに行ったのかもしれない。結構な有名人ですから、取材か何かですかね。ねえ、お願いがあるの。山盛社長に取材申し込んでくれない。わかりました、やってみます。
山森社長への取材許可が出ましたよ。本当？今日の14時ならってことなんですけど大丈夫ですか？うん、分かった。じゃあ後でね。はい。はい。はい。あ、すいません、お荷物は。あ、じゃあここにお願いします。はい。すいません、あのここにサインもらいますか。はい。はい、ご苦労さんです。ありがとうございます。そろそろ政治にも目を向け始めたっていう噂もあります。急な仕事が入ってしまってあと1時間ぐらいかかりそうなんです。それで社長からお待ちいただいている間ぜひジムの体験をと。いやでもトレーニングウェアやタオルなんかは全てこちらでご用意させていただきますので。ゆっくり続けといてください。どうぞ。こんにちは。精神インストラクターの石倉です。こちらは作家の結城さんと出版社の萩野さん、推理小説の取材でいらっしゃったんです。へえ、推理小説。まさかインストラクターが殺されたとか。あの、これはどう使うんですか？これはキネシスと言います。はい、じゃあやってみましょうか。はい。石倉は社長の弟さんなんです。そうなんですか。あ、ゆきさんもどうぞ。一歩前に出ましょうか。はい、どうぞ。失礼します。お待たせして申し訳ありません。いえ。山森です。営利出版の萩尾と申します。さあどうぞ。で、今日は？実はスポーツクラブを舞台にしたミステリーを書こうと思ってまして、運営方法などを。今日の放送は花王ピクシーハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ところで河津正幸さんをご存知ですか？河津さん、ええ、あ、フリーライター。はい、そうです。ええ、もともとうちの会員でたまに医者に飲んだり
あ、カールさんが何か？亡くなりました。いつ？つい最近。ご病気とか？いえ、川に浮いていたそうです。事故か自殺か。そうでしたか。山森さん、川津さんと9日の16時に会ってますよね。その時に何か言ってませんでしたか？今日みたいに取材ということで特に何も変わったことは。誰かに狙われているとか？まさか。でもなんでそんなことを？私はカールさんが殺されたと思ってるんです。あの、本当に他には何も。あ、もしもし、お世話になってます。はい、まだ決めたわけじゃないんですよ。いや、もちろんその時には。じゃあ私たちはこれで。ありがとうございます。そう言っていただけると。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ではあの人いるわね。はい、お部屋に。社長の奥様の正江さんと娘の由美さんです。由美さんは生まれつき目がご不自由で、でも家に閉じこもっていてはいけないと社長がおっしゃって、よくここに運動に。川津さんが亡くなったことを知らなかったみたいですね。でもつい最近会った人なのに病気ですかなって聞くかな。本当は知ってたんじゃないかな。今何時？17時です。新里さんとの約束、行くね。誰かが部屋に入ったみたい。え？何か取られたんですか？うん。何を？川津さんの資料。冬子に紹介してほしい人がいるの。はい。川津さんと新里さんと仕事してた担当編集者。二人の関係を聞きたいの。の連載？川津さんが文章を書いて、新里さんが写真を撮る。二人でいろんな場所に行って取材をしてたんですけども、1年ほど前に打ち切りました。評判はまあまああったんですけど、初音島を取材した時に事故に遭っちゃったんですよ。事故？島に行く途中でクルーザーが転覆しちゃって。
確か10人ぐらい乗ってて1人死んじゃったんじゃなかったかな。あとの人は無人島に泳ぎ着いて無事だったんですけど。その中に川津さんと新里さんも。はい。あ、でもその時川津さん足怪我しちゃって、それで気候分の方も降りてしまったんですよ。どうしたのその傷。ん？うん。ちょっとね。ところでそのクルーザーに乗っていたのは。確かどこかのスポーツクラブの仲間だったはずですよ。もしかして山盛りスポーツプラザですか。ああ、そう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 、そこの社長が主催したとか。はいはい、わかりました。新里さん、明日の午後会ってくれるって。気をつけてくださいね。うん。しないでよ。じゃあこの事件の真相が分かったら殺人してみようかな。それならいいです。分かりました。でも私は結城先生のオリジナルが読みたいです。それでこれからどうするんですか。海難事故について調べてみる。多分これだと思います。面倒なことをお願いしてすみません。いえ、別に面倒ではないんですけど。どうしてクルーズツアーの参加者でしたなんて。今度の小説にクルーズツアーも入れようかと。そうなんですか。いろいろ考えるのも大変ですねでも個人情報なのであくまでも参考程度にお願いしますね。ええ。1年前に事故があったそうですね。ああ、そうみたいですね。私はその時まだここで働いてなかったので詳しいことは知らないんですけど。ああ。って方はこちらの方ですか。ええ、器具のメンテナンスとか裏方の仕事をしているものです。この方にお話を伺いたいんですが、今お会いするわけには。今ですか。ええ、その当時の様子とかお聞きしたら。わかりました。少しお待ちください。
また心配ですか。ええ、あ、すいません、何度もお邪魔して。いえいえ、どうですか、また筋トレでも。いえ、今日は。そうですか、気が向いたらいつでも。すぐこちらに来るそうです。どうもありがとうございます。あの人です。あの、私にご用って。あ、お仕事中すみません。私、作家の結城と申します。金井です。1年前のクルーズツアーについてお聞きしたいんですが。はあ、コーヒー。はい。転覆事故に遭われたとか。ええ、近くの無人島にたどり着いて助かったんだそうですね。あの時は命拾いしました。でも一人だけ亡くなられて。ええ。波も高かったし視界も悪かったですから。無人島に着いてからは別に、岩陰で雨風をしのいで、ただ救助隊を待っていただけです。どんなお話をされたんですか？とにかく無我夢中で、何を話していたかなんて覚えてないですよ。覚えてない？ええ。あの、事故についてずいぶん興味をお持ちなんですね。ええ、あ、次の小説で海難事故を取り入れようかと。すいません、ありがとうございました。参考になりました。いえ。春村さんもどうもありがとうございました。失礼しまして。では私たちはこれで。お友達ですか？え、言ってたんじゃないんですか、田内さんに。早く結婚しなさいとか。結婚？あの二人そんな。あ、喋っちゃまずかったかな。転覆事故の被害者は竹本幸宏さんで、その金井って人は何も覚えてないと。覚えてないのか、何か隠してるのか。この坂上豊って人、最近人気ドラマに出て話題になってる役者さんですよ。取材申し込んでもらえる？やってみます。あと古澤靖子さんにもアポイント取っておいてもらえるかな。わかりました。私は竹本さんの家を訪ねてみる。兄とはどういうご関係で？いえ、幸宏さんとは面識はないんです。海難事故を扱った小説を書こうと思ってまして、お話をお聞きできたらと。ああ、そうでしたか。いや、てっきり兄のお知り合いかと。兄も一応物書きでしたが。あ、そうだったんですか。ルポライターっていうんですか、海外を放浪したりしてその時の出来事なんかを書いて。海外を放浪？ええ、いろいろ危険なところにも行ってたんですけど、まさか日本の海で死ぬなんて。それに兄は水泳部出身で泳ぎは得意だったんです。だから兄だけが助からなかったというのはどうも。そうですか。あの、なぜあのクルーズツアーに？主催したスポーツクラブに入ってたみたいです。どなたかお知り合いでも？そういうことはちょっと。ただ恋人はいたみたいです。恋人？事故の後兄の部屋に行ったら、女性の字で合鍵を返すついでに掃除をさせてもらいましたって書き置きが。それと持ち物が一つなくなってたんですよ。持ち物？スキットルです。あの、
平たくてウイスキーを入れたりする。ああ、遺体で発見された時兄が唯一身につけていたものだったんで、まあ形見として恋人が持っていったのかなって。先生、お疲れ様です。役者の坂上豊への取材、明日 OK 取れましたよ。ああ、ありがとう。古澤康子さんのはどうだった？そっちは引っ越しちゃったみたいで連絡がつきませんでした。そうか。とりあえず坂上さんの取材時間と場所言いますね。うん。1年前は大変だったみたいですね。無人島まで泳がれたとか。ええ。でもなんで竹本さんだけが。さあ、僕にはちょっと。そういえば泳ぎが苦手だって言ってたから、それもあったんじゃないかな。あ、竹本さんは泳ぎが苦手だと。ええ、そう言ってました。竹本さんは本当に溺れて亡くなられたんでしょうか？どういう意味ですか？実は私聞いたんです。竹本さんは水泳部で泳ぎが得意だったと。知らない。え？僕は何も知らない。稽古に戻ります。坂上さん、あの一緒に参加した川津さんと新里さん覚えてますか？殺されました。どうして坂上さんはあんな嘘を。なんか隠してる。みんなが口裏合わせてるとしたら、やっぱり山森社長が指示してるってことなんですかね。古澤さんの所在もわからないままだし。もしもし、萩尾ですが。はい。それはどういう。はい。ええ、わかりました。ではまた明日。坂上さんが私たちに話したいことがあるって。明日また連絡くれるそうです。
間がありませんので手短に行きましょう。1年前の海難事故について聞きたいわけですよね。そのためにいろんな人に会ってる。はい、でも誰も本当のことを教えてくれません。どうして本当じゃないと？大体あなたはあの事故とは何の関係もないでしょう。でもカールさんと新里さんはあの海難事故に、それが原因で二人が殺されたと言いたいんですね。確かにあの二人は気の毒でした。でもそれを言われてもね。とにかくあれは単なる事故だ。それ以上でもそれ以下でもない。失礼します。パパ。すいません。時間か。申し訳ありませんが。こんにちは。こんにちは。小説家の結城里香子先生よ。次の作品のために社長にいろいろと取材をされてるの。こんにちは。はじめまして、結城里香子です。山森由美です。この後社長とランチする約束してるのよね。あ、ごめんなさい。大丈夫、私もちょっと遅刻しちゃったんです。いや、結城さん、何事も肝心なのは引き際ですよ。先生、今日ご飯久しぶりに私が作るから食べに来て。嬉しい。仕事終わったら行きます。それで坂上さんから連絡は？それがまだなんです。日が変わんなきゃいいけどね。そろそろこっちから連絡してみようと思ってたところです。うん、山森社長の方はどうでした？時間がなくてさ。俳優の坂上豊さんが転落し、通過した電車にはねられました。坂上さんは全身を強く打ち、搬送先の病院で間もなく死亡が確認されました。警察は坂上さんが誤ってホームから転落したとみて調べています。坂上さんは俳優で、最近では人気ドラマに出演し、舞台や映画にも活動の場を広げるなど、若手の演技派として注目を集めました。将来を期待された人気若手俳優の出演者の人気を発見しました。先生、どうしたんですか？先生。ここまでの放送は、花王積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。無人島より殺意を込めて。手を引く気はありませんか？復讐のために参加者たちを殺し始めた。犯人はこの中にいるとでも？無人島で何があったんですか？やめましょう。これではっきりした。海難事故と今回の連続殺人事件は関係がある。先生、風子、明日車貸してくれる？
さん。こんにちは。水木先生ですね。何でわかったの？先生の香り。そう。今日はちょっと聞きたいことがあってきたの。去年の海難事故の時、無人島で何があったか聞きたいの。気を失ったりしてよく覚えていないんです。覚えてることだけでいいの。何も知りません。聞いて、川津さん、新里さん、坂上さん、あの時無人島に漂着した3人が次々と殺されたの。このまま放っておいたらさらにたくさんの人が殺されるかもしれない。パパも？うん。もうあなたしか聞ける人がいないの。あの時は足元がなくなったみたいに海に放り出されました。その時私は気を失ってしまったんです。気づいたら地面の上に寝ていました。話し声がして他の人たちも助かったんだってほっとしたんですけど、女の人が叫んでたんです。お願いですから彼を助けてくださいって。彼？何度もそう叫んでいました。女の人は？わかりません。無理だよって誰かが。女の人はそれでも頼んでいて、私はそのうちにまた気を失ってしまって、ありがとう。ということは竹本さんを助けてくださいと叫んでいたのは古澤靖子さんですか？そういうことになるわね。恋人を見殺しにされた古澤さんが復讐のために参加者たちを殺し始めた。問題は古澤さんが今どこにいるかですね。ユミは返してくれたんだろうな。はい。これ以上余計なことはするな。犯人は古澤靖子さんですね。手を引く気はありませんか？ありません。仕方ない。来月船で初音島に行きます。初
常島。あなたもどうですか。事件の真相が知りたいんでしょ。一人で不安なら萩尾さんも誘えばいい。あなたが行くといえば彼女も必ず来るはずです。わかりました。返しておきます。鍵、山森社長が持ってたの。え？多分二人でジムに行ったとき、まさかロッカーから荷物を取り出して合鍵を作ったってことですか？でかそうだな、ユウケ。もう行っちゃえよ。負けてるからな。ああ、一発か。先生、どうぞ。ありがとう。もう9時40分ですよ。散歩かな。何してるんですか？今回の事件、いつか小説にするかもしれないでしょ。だから今のうちにまとめておこうかと思って。先生、どうして一文字も書けなくなったんですか？それは、今度ゆっくり話すね。わかりました。じゃあ私もシャワー浴びてきますね。いってらっしゃい。
ぱり船旅は疲れますね。そうね。まだ10時ですけど、寝ましょうか。もう眠れませんか？ええ、よかったらご一緒にどうですか？あの、それより冬子を見ませんでしたか？萩尾さん？いや、30分ぐらい前からここにいるけど見てないですよ。部屋に靴がないんで外に入れたと思うんですけど。何時頃部屋を？一緒にベッドに入ったのが10時で、私はすぐ寝てしまったんで。シェアに。はい。懐中電灯を貸してもらえますか？あ、構いませんけど、気をつけてくださいよ。ちょっと行くと崖っぷちになってますから。ユウスケ、お前も一緒に来てくれ。あ。私も行きます。ユウスケ、お前はこっちに来て。我々はこっちに来て。なぜこんな時間に部屋を出たんですか？わかりません。フリアさん、アギオさん、フリアさん、アギオさん、気をつけてください。ホテルの中には全部いましたけど、どこにもいらっしゃいません。ユウスケ、全然ない。仕方ない。私がここで待とう。明日の朝明るくなったらもう一度探しに行ってみます。私も待ちます。とりあえず戻ろうか。戻ろうって山本さん。戻るんだ。見るな。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。空気入れ替えましょうか。死んでたんですね。皆さんは？ロビーにいます。東京から来た刑事さんが皆さんに話を聞いてるところです。じゃあ私も行かないと。大丈夫ですか？ごめんなさい、先に行っ
けてください。はい。読んでんのよ。ふゆ子、昨日聞いたね。なんで私が一文字も書けなくなったのかって。私3年前に離婚したでしょ。知ってるよね、彼も作家だったって。ご飯できたよ。うん、後でいい。あ、ごめん、邪魔しちゃって。結婚した頃、彼は売れっ子で、私はまだ無名の新人作家。彼の足元にも及ばなかった。でも私の方が彼より先に賞を取って、それから関係が変わり始めていったの。仕事の依頼が殺到して、私は周りを見る余裕がなくなっていった。もしもし。はい。すいません、勇気はアリスです。あ、戻って来たら。ちょっと待ってください。私の方が忙しくなってた。はい。ただいま。お帰り。あれ、あ、ごめん、私やったのに。え、いいって、忙しいんだろ。ありがとう。じゃあ着替えたら帰るね。うん。今までとは立場が逆になったみたいに、彼は忙しい私を支えてくれてたわ。ただいま。おかえり。晩飯食べるよね。ごめん、食べてきちゃった。え？あ、そっか。いいよ、一人で食べるから。ごめん。大丈夫。でも本当は笑顔の裏にずっと気持ちを溜め込んでいたの。ご飯できたよ。あ、ありがとう。うん、あー、美味しそう。あったかいうちに食べようよ。うん。この間打ち合わせしたときはそれはそのままでいいって言ったじゃないですか。無理ですって。そんな、だって時間ないですよ。いや、もうあそこをこれから変える、今から変える。この本が面白いならまだ言う。
だけどね、俺はちっとも面白いと思わなかったよ。それ以来私は一文字も書けなくなった。本当は作家を辞めようとも思ったのよ。でも冬子がいれば書けるかもしれないって、そんな気がして、それなのに何だよ。これじゃあもう一生書けないじゃない。でどうなんですか、刑事さん。そうですね、まあ事故としか。事故？そんなはずありません。冬子は殺されたんです。何言ってんのよ。犯人はこの中にいるとでも？そういうことになります。結城里香子さんですね。はい。あなたの言ったことは無理なんですよ。無理？山森さんから聞いたあなたの証言ですと、昨日萩尾さんが部屋で最後に確認されたのは夜10時ですね。はい。山森さんたちがロビーに来たのは10時半、つまり10時から30分の間に萩尾さんは外に出たことになります。その時間、山森さんと石倉さんはホテルの支配人と料理長とともに麻雀をしていました。山森夫人は娘の由美さんを10時前に部屋に連れて行き、その後麻雀ルームに合流したんですね。ええ。金井さんと春村さんは10時にホテルのスタッフに案内されて屋上で星を見ておられた。はい、私どもがご案内いたしました。ちょっと待ってください。春村さんは夕べ9時40分頃外に出ませんでしたか？冬子が姿を見ていたんです。ああ、それは散歩道の様子を見に行った時だと思います。そうよ、ユミに虫の音聞かせてあげようと思ったの。でも足元が危険だということでやめたのよ。外にはどれくらい？10分くらいだったと思います。その後金井さんと屋上に。つまり全員に夜10時から10時半までアリバイがあるということです。それ言ってくれる？そもそもなんで私たちがあの人のことを殺さなきゃいけないの？風が流れたから。2階入り口が開いた。
そう。最後に扉が開いた時はちょっとだけタバコの匂いがしました。タバコ役に立ちそうですか？ええ、ありがとう。今からお会いできますか？古沢安子さん。お待ちしてました。こんばんは、春村静香さん。それとも古沢安子さん？いえ、春村です。なんで事故の時偽名を使ったんですか？私の実家は名古屋で会社をやってるんですけど、1年前縁談を押し付けられて、金井さんと駆け落ち同然で家を飛び出しました。だから実家にバレないように。それで東京に？はい、留学してた時に知り合った竹本幸宏さんを頼って。亡くなった竹本さん？そうです。竹本さんの知り合いが海外に行ってる間、その人の部屋を借りました。その部屋の持ち主が古沢安子さん。それで事故の時も古沢さんの名前を。でもどうして私が古沢安子だって分かったんですか？その前にはっきりさせておきたいことがあります。犯人は冬子だったんですね。カーズさんも新里さんも坂上さんも冬子が殺した。そうです。
前に出てこないで。はい、下がって。きっかけは由美さんの話でした。由美さん、あなたがホテルを出たとされる9時40分ごろ、入り口が2回開いたことを彼女は気づいていたんです。しかも2回目はタバコの匂いがしたって。あの中に喫煙者は金井さんだけです。つまり春村さんと誰かと金井さんが順番に外に出て行ったことになりますよね。それで二人目は誰なんだろうって考えたんです。でも皆さんにはアリバイが。そう、誰かが嘘をついていると思いました。でも途中で気づいたんです。一番怪しいのは自分自身の証言なんじゃないかって。私は冬子と一緒に10時に寝たと思ってました。それが違っていた。冬子は私がシャワーを浴びている間に時計を30分ほど進めておく、そして私に薬入りのジュースを飲ませて9時40分になったところで春村さんを見たと言っておく。まだ10時ですけど寝ましょうか。うん。ベッドに入ったのは10時ではなく9時半。そしてその後冬子は時計を元に戻してホテルの外へ出る。春村さんを殺した後で部屋に戻って私を起こすつもりだった、アリバイ工作のために。でも冬子は戻らなかった。あなたを殺そうとしたけど金井さんが現れて逆に崖から。やめるんだ。おっしゃる通りです。萩谷さんは私を殺そうとして。冬子は竹本さんの恋人だったんですね。それとこれ見覚えありますか？竹本さんが亡くなるときに持っていたもので、後で冬子が持ち出したようです。竹本さんは事故のことをメモに書き残していたようです。きっと事故のことを後で本にするつもりだったんでしょう。こう書いてあります。山森正江、由美、坂上、河津、新里、石倉、春村、竹本が無人島に到着する。金井だけが遅れる。この中に古沢さんの名前は書かれていません。それで私が古沢さんだって分かったんですね。遅れたのが竹本さんではなく金井さんだったってことも。それで
あなたは恋人のカナエさんを救ってくださいと必死で頼んだんですね。そして竹本さんが助けに行った。春村さん、無人島で何があったんですか？春村さん、仕方がないよ。サブローさん、お話しします。何もかも。いいんだよ、この方が。あの日、船から脱出するとき、僕は頭を打ったらしく気を失ってしまったんだ。みんな一緒だ。みんなとさんは一緒だ。よかった、助かった。おい、こっち来てくれ。河内が怪我してる。過ごしてくれと。彼は以前から静子のことが。それで私が答える前に。何を考えてるんだ。君はそれでも人間か。だったらあんたが助けに行けよ。その足で行けるならば。お願いだ、誰か助けに行ってくれよ。こんなの狂ってる。あなたはその条件を。はい、竹本さんは金井さんを助けてくれました。目を覚ました後、取引のことを知って、僕は慌てて二人を探しました。竹本さんはその時、今度会う約束を決めようとしていました。でも私は決心が鈍ってきていて。それが僕には、彼女が襲われているとしか見えなかった。それで山森社長が竹本さんの脈を取ったんですけど、自首しようと決めました。でも山森社長は、恋人を守るためにやったことだから自首する必要はないって。それで死体を。これで真相は闇に葬られた。全員がそう思ってました。でもこれが残っていて、冬子が調べ始めた。きっと萩尾さんは河津さんの資料を見て全てを知ったんでしょう。河津さんはいつか事実を公表したいと言って、無人島での出来事をまとめていたんです。自慢じゃないけど、僕には大抵のことに心当たりが。推理小説っていいよね。善と悪がはっきりして、現実の出来事は善と悪の境界線が曖昧だ。私たちには順番にこんな手紙が届いていました。
人島より殺意を込めて。たった11文字の言葉に心底震えました。誰かが僕たちの秘密を知っている、そして復讐しようとしている。それにそのうちあなたが真相に近づいてくるのが分かって、全て僕が勝手にやったことです。でも坂上さんが殺された後、萩尾さんが怪しいって。どうして冬子が？分かったんです。竹本さんが最初に出した本の編集担当が萩尾冬子さんだったってことが。社長は殺人のことを黙っている代わりに無人島でのことも忘れてほしいと取引をすると言い出しました。それで萩尾さんを初音島に。一人で不安なら萩尾さんも誘えばいい。私は萩尾さんに呼び出されて取引のことを言いました。でも萩尾さんは全部分かっていたんです。竹本さんの遺体は岩場にしがみつくような格好で見つかりました。あの時竹本さんは気を失ってただけだったの。それを私たちは海に投げ入れて本当に殺してしまった。彼は命を懸けて人を救ったのよ。それをあんたたちは卑劣な奴だと罵って無残に殺した。あんたたちこそ最低の人間よ。守るという理由で二人も殺してしまった。そのたびに山森社長にかばってもらってる。これが全てです。あとはあなたにお任せします。全てじゃありません。もう一つだけ確かめなければならないことがあります。どうしたんですか、こんな夜遅くに。春村さんたちから全て聞きました。
あなたは金井さんと春村さんに応じるはずのない取引をさせて冬子を殺すように仕向けたんじゃありませんか。私は何もしていない。彼らが勝手に動いただけだ。確かに何もしていません。でもあなたは地位と名誉を守るために大きな罪を犯しました。何のことだ。竹本さんです。竹本さんがもし海難事故のことを本にしていたら、金井さんを助けに行かなかったあなたのことをどう描いていたでしょうか。何が言いたい。あなたは恐れた。従業員を見殺しにした冷酷な社長として描かれることを。だから起きてたのか。結城先生ですね。ええ。ユミ、もう遅いから寝なさい。はい。でも先生に一つだけ。何？パパはもう誰かに狙われたりしないですよね。ええ、もう何も起こらないわ。何も。よかった。君の新作楽しみにしてるんだけどな。でも私は結城先生のオリジナルが読みたいです。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。